星空の歌さて今夜のお客様は先週に引き続き河野伝道師劇作家そして今回の一人文芸ミュージカル「紫式部雲隠れ」の原作者の稲坂義弘先生です。はい、よろししくお願いしますまあ今回も先週、うんうん 続けて2週にわたりお話ししてくださる、はいうん、ということなんですけれども、まあ、今もねあのご紹介しましたけれども「紫式部雲隠れ」の原作者としてもご紹介させていただきましたが先生実はその、まあ、今河野伝道師としてあの講演などいろいろとご活躍ですけれども、うん、劇作家でね元はいらっしゃったんですよね。はいはいはい それで今回もこの「紫式部雲隠れ」の原作ということで「ささめごと源氏物語」ということで先生お書きにねなってくださってまあその本当にね深い世界を先生書いてくださったあのまあ最初の原本があるんですけれどもそこからやはり最初は紫式部さんにこう 視点を当ててということで今回は序章としてこの <laughs> ね一人文芸ミュージカルができたんですけれどもいつも演出家の先生と稲坂先生とお話ししているのを私聞かせていただくと先生のその本からいろいろな姫肝も出てきますしいろいろな物語があります。だからこれ続けて 何本も続、ね、書いていこうねっていうお話をしてるのは私も耳に届いてるんですけれどもなんせコロナ禍で少しちょっとインターバルがね,で,ねできてしまったっていうところはあるんですけれども先生のお書きになられた「ささめごと源氏物語」はもう本当にねこれについてもちょっと今日導入からお話ししてだきたいなと思うんですが。はい 先生はどういうこう視点でこのささめごとというのをねお書きになられたのかなと。はいはいわかりました。あのまずですねささめごとという言葉自体は現代語ではもうなくなってしまってるんですね。うん、漢字で書くとしごと書くんです。うん、私のごなんですね。しごという字を書いて、えー、振り金を振るとささめごじゃなくてささめごととだから。 当時の人は、ささめごとというひらがな表記で、そうやって発音していたと思うんですけれども、簡単に言うと、ひそひそ話。ちょっと、ちょっと、こんな話あるんだけれども、ひそひそ話のようなことなんですね。大きい声で、さあ、皆さん、お話ししましょうということじゃなくて、死語なんですよね。で、なんか、これがですね、どの時代かで誤解されて。 なんか男女のむつごとみたいな話の方に振られちゃって <あー S 2> で「のあ物語」がなんか表面的にはね男と女のラブロマンス追いかけ物語みたいな話で非常に表層的なつまらないレベルのところになっちゃった捉え方もあるんですが全然そういうことじゃなくてね平安王朝の貴族社会の中でね 表の舞台に出てこないけども、あの構造を支えていた、ある役職の女性たちがいた。うん、それがね、女房と、<え>おん、あ、現代人が女房って言うとね、<え>うちの妻、<ー>うちの女房がなんて言いますけどもね。あれは役職なんですよ。うん、要するに貴族のお屋敷に仕えて。女君に仕えたり、で、いろんなことを取り仕切っていくんですね。うん、で、平安時代、その女房ネットワークというのがあって。 っ何何家の女房、何何家の女房みんなプロですよ。はい、で、女房の娘はまた女房という職に就くという流れも多い。えー、それから没落した貴族の子女がね、うんえー、女房という仕事を得て生き延びるということもある。だから、えー、女房にもいろんなですね、あのレベルの人がいるんですが、えー、基本的には職業化されていたある種の身分が保障された職業化されていた。えー、それが平安王朝のね、情報ネットワークを作っていく。だから。 これあんまり物語の中で説明されてないんですけども、うん、あ、女房ネットワークがこの話をつ,くつないでったんだということとってもわかる、うんうん、だからたくさんの女房たちが出てきてね、情報を交換してますね一番わかりやすい例を物語の中で見つけてみますとね、末積、うんはい、む花の話がありますね末積、はい、<laughs> む花はあの日立の宮という まあやんごとない宮家の、うん、その宮様は父上の宮様は亡くなってですね孤児、うん、になってしまった姫君が真相の姫君がね何の後ろ盾もなくひっそりとお屋敷の中で暮らして育ったよという設定ですねだから身分は大変高いし天皇の血筋も受けている姫君なんだけれどもとにかく家は没落して、うん、だんだん平和崩れていく中でね、うんうん、でもその日 姫は父の残した財産だけで生きてるわけなんですが女房たちは伝え使えていて、うん、あの姫をととか守りたいと思ってるんです、うん、そこでその女房たちはですね女房ネットワークを通して、うん、あの常陸宮様の姫君様は素晴らしい方でね美しき方でねことの名人でもうそれはそれはもう幸あふれる方でという噂を流すんです。うん そして男性貴族たちのところに伝わるように女房ネットワークを通すとそうするとこれはですね遠野中将源氏の幼なじみであり妻葵の上の兄である遠野中将の、はい、左大臣家にも伝わり、はい、それから源氏のところにも伝わりみんな女房が伝えていくんです、うん、女房。そうするとね <laughs> いやそういう真相の姫君に <laughs> ぜひ忍んでいきたいと言って。うん 本当の情報は分かりますよねだから遠野中将と源氏は競い合ってねはい、はい、どっちが先に我が手に納められるかっていうので忍んでいくそうするとお互い忍んでって相手の裏を書こうと思って忍んでいったら屋敷で鉢合わせをするとかね、まあ、いろんな話がありますそれで源氏がついに忍び込んで一夜を共にする。でその時にですね んでで入っていくと暗闇す平安王朝の夜というのはね満月でない限り真っ暗なんですね。家の中入ると真っ暗。その中で香香のりがすするんでよねその香の香りに導かれていくとその香がとても古めかしい香り今用の香りではないんまあ昔々中国から唐の国から伝えられたもののような古いものが炊かれていると。 それはそうだと思うんです。今時の新しいものを求めるような財力もルートもないわけですね。うん、もう没落した後期の姫君だから。うん、ね。そうするともう源氏は勝手に錯覚さすが後期のお方の姫君。<laughs> この闇の中で焚いてる子物素晴らしいと。そこら辺のね、なんかちょろちょろの姫君じゃこんな香りはたくわけがないと それしかなかかななったからなんです、うん、父が残したものしかないからなんだけどねけど,どんどん勝手に妄想を膨らましてそれで忍んでって結ばれちゃうんですね、うん、ただなんとなく感触が変だと手応えがおかしいおかしいと、うん、それでも絶対にに女性性は男性に結ばれても顔を見せませまんからね、うん、それで源氏は何だろうと思ってまた来るからと言って、うん、歌を残しそしてまた 忍んでいくんででくす、ね、そしてどうもだん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 感触がおかしいということに気が付くこの辺が非常に原作をうまく書かれてるんですねおかしいおかしいって話になってそしてある雪の夜どうしても何かおかしいので姿を見たいというので雪雪のの夜だったででで外は雪明かりで明るいんですそして源氏はですね「ああ素晴らしい雪明かりだ」と「素晴らしい雪景色だよ」 あれをご覧って言うとねふっとねこの末摘む花の姫はそっちに秋 <laughs> かる <laughs> 雪明かりの中に姿をさらしてしまって源氏 <laughs> <ん>はびっくり仰天とそのびっくり仰天して目に飛び込んできたものすごい醜い姿を紫式部はこれでもかというぐらいに美に渡り才に渡りそのまんま絵にしたらとんでもない絵ができるぐらいに描いて描写してるんですね。すすすごいででねそうなんです 色は白いけども花がやたらと長くて象の花のようであってその花の先が真っ赤でねあの紅花紅花の花をちょんちょんとつけてあの紅を作る紅花染料の紅花をね花の先につけたように花が真っ赤であるとかねそれが紅花の別名が「スエツム花なんだ」だだからあだ名が「スエツム花」とつけられちゃってわけなんだででびっくり仰天してもう逃げ帰るわけですよ。 それで二度と行かないという話であまりにもひどいこれは笑い話のように書かれてますけれどもさすがに紫式部はそこ,そこで末摘花の話は終わっちゃうんですけどもねちゃんと10年の歳月の後末摘花をしっかり登場させてですね源氏は末摘花を末摘花は必ずあなたのことを忘れないからねと言って 二度と来ない源氏を10年間待ち続けけてるわけですよ、はい、あのあばら屋になってるところはもう骨組みだけになったようなところにねどんどん崩れた中をこう踏み分けて踏み分けて八重むぐらを踏み分けて,て雑草を踏み分けて入ってくるとんなんと姫が一人静かに座って源氏の来るのを待っている信じきっていたと「必ず来ると言った時あなたは来るんだ」と。それで源氏は人の姿の姿 外かから見える美しさとか醜さと醜じゃなくて、ねうん、心の中の清らかさこそ美しいと感じて末摘む花を引き取って生涯守ってあげるという話にこう流れていくんで「うん、で紫式部」もですね「末摘む花の上であんなにリアルに醜さを描写したのに、うん、二度と末摘む花の要望については触れてないんですよ書かない。うん、心のありようだけを描いてる だからちょっと反省したんでしょうね <laughs> こんなに書いちゃった書いちゃった <laughs> ここにねまた紫式部は末積花の上というのは短編で独立してますのでね、はい、若い時に書いただと思うんですよ本当に若い時だから、うん、そうですね末積花とか若紫17歳の光の黄みと10歳の 山里で出会った女の子、うん、若紫咲との出会いの物語とかねそれからまあ生涯のお香りで結ばれて、うん、生涯のお追いかけ逃げてという話になったう,ん、うん、うつせみの話とか、うん、初期の短編集みたいなものがあって、うん、それを最初に書いた、はい、その後に道長がそのことに目をつけて我が娘中宮彰子のサロンに 女房の一人としてねリクルートして仕、うん、官をさせてですね、うん、宮中勤めをさせながら「源氏物語」を書けと続きを書けとそれがあなたの仕事だっていうところに設定して初めてですね、うん、それから13年の歳月かけて「源氏物語」が書かれていくる。うん、で時間とそれから物語のヒントと情報とねそれから紙という貴重品をふんだんに与えたのが誰あろう、うん 彼のプロデューサー大権力者道長であろうと。いうのは間違いないだろうと思うんですね。で、二人がどういう関係かっていうのは。どこにも文献的にない。ただ、日記の中では。道長が夜訪ねてきて、ね、ここを開けろという。でも、私は開けませんでしたよと。いうことを日記に書いていると。 でも日記は嘘を書くものですよ本当はちゃんと引き入れましたよとおっしゃったのが坪内寂聴先生なんですけどね <laughs> あの生の声で聞いたことがありますけどうう、ねねね、先生ああそうなんだろうなということで <laughs> とうそういうところでですねあのいくつかの残された断片でもその間の本当のことは誰も立証できない。かだから現代 大河ドラマにもなるしいろんなところで,ですね、えー、物語は自由に膨らますことができる、えー、歴史的な事実として立証されているところを無視はできない、えー、無視ではいけないんだけどもそののががどううででであったかというのはいは、ろんな解釈ができるわけですね。えー、だから式部が生まれた年代っていうのはいろんな説があってどれもがみんな裏付けがある説になっちゃってるから確率確定はできないんだけれども幅が8年あるとするとね、えー そうすると本当は身分役職がないままだったけど父親にまあ式部の働きもあったか役割もあったかと思うんですが一族をつないだところでですね一族の長にまだなってなかった道長がだんだん一族の中で権力を持っていくときに道長の後押しがあってだと思いますけどもね越前の国の。 国として、ねはい、父親が任命されるとびっくり仰天なんですねそうすると紫式部が生まれて初めて一年の国へね,、うん、ね一緒に行くんですよ、ね、竹武に行くわけですよねそれが何歳であったかっていうのは8年の差があるから結構大きいなここは17歳のまだ少女といえる式部がね行ったということなのか8年の差ですから。 二十三、四歳になっていったのかっていうのでは、全然違いますよね。だから。ここからいろんなその年齢いくつの時かっていうところを定めることによって。うん、この紫式部像が、変わってくるということがあると、いうことなんです。えーですね、だから、式部が。結婚して、本当に。晩年、うん、結婚した。事態が二十七、八なのか。うんうん、で。夫は。 2年半後に亡くなってしまうわけなんですけれども3年目に亡くなってしまうと父親と同世代の一族の男と結婚してますのでねそれは致し方ないことだと思うんですけどもなのかいやもうちょっと8年若かったのかということで2人の関係性っていうのもまた違いが出てきますよね。というふうにあのいろんな世界を作ることができるというのもすごいところなんですが。 踏まえななけければいけないものは3つあって紫式部が世に残したものは「源氏物語全54巻」世界最古の大長編小説であって作者がはっきりと実在して作者がどういう背景で書いたかということも立証できてそしてオリジナルの文学作品として世に残った世界最古なんです。で、ジョジ的な物語、神話を 文献化したものとかね。そういうものはありますけれども、えー、それは何が何してどうなった？という記録文献的叙事物語ですから小説ではないですよね。真理のドラマでもないんですよね。だから源氏物語がそういう意味。では、他の神話型の記録文献物語とは全く。違う 現代文学、近代文学の世界と共通する世界を作り上げた、一人の女性によって作り上げたものとして世界最古のものだというところに世界中の注目が集まって、世界に現実研究学者っていうのはいるわけです。それはすごいんですよ。もう世界中の大学にね、ちゃんとそういう研究学者がいて、日本人以上に現実物語の原文研究をしてらっしゃるということなんですね。だから。 紫式部の「源氏物語」は単なるストーリーではなくてたくさんの平安王朝の生活文化をぎっしりとリアルに詰め込んである生活文化百科事典であるということが言えるだからここが一つあるんですねそれからもう一つその書いた作者の心の世界「源氏物語」全体が舞台の作品であるとしたらね 楽屋の世界、楽屋裏でしっかり事実を書き留めたものとか心の思いのメモを入れたものとかいうものが紫色文日記。うん、でこの式部日記は書かれてある事象が歴史他の歴史資料と一致するので全部事実証明ががでででききるるる。ことといくつもあるんですね。だから歴史文献として活用できるとそれから3つ目に残されたものが生涯に100いくつの歌を世に残してます有名な歌を。 それを年代順に編纂したのが自ら編纂したのが紫色部集集という歌集なんですよで。若い頃の月の歌から雲隠れが出てくる月の歌から最晩年のね「源氏物語」も書き終えてもう引退してさて生き延びてしまった自分がこれからどうしていくのかということを心の丈を歌った歌のところにたどり着くまでずっと並べられた 歌これが実は歌歌集なんですけども紫色部の辞典集と捉えることができるこれは想像上のことばっかりを歌ってる歌ではないんでねん全部自分の事実あるいは何年のどういう時の歌だっていう言葉書きねそれがきが一言を書いてあったりするから月日まで書いてある歌もあるわけですね。あそれはあの年の年 10月の、うん、10日の,日の夜書いたそうすると空に出ていたこの月の姿がわかるわけですよ当時は月の姿で暦を作っていたので月が消えてしまうとこれは次,次から新月で1日になりますねだから月が糸のように見えてくるのが月が経つんです月経ちの日が1日になるんです おー月たちでですす月月たたちちなんです<ー>月ちの日が1日と後日に言われている,るで一日ですね三日月は3日目の月がああいう姿でこれはまだ満月満ちるには時を待つ必要があるんです、うん、まだ十日目だから日目だあと5日待たないと満ちない、うん、でこの十日月というのがこの最初の歌の大きなテーマになってくる。うーん 幼なじみの孤独な少女でお母さんがね3歳の頃亡くなってしまっているお姉さんがお母さん代わりだったんですけどもそのお姉さんも自分が少女時代に亡くなってしまうそうすると母が死に姉が死に父親は役職がないから家にいてなんかそのかたわらで本ばっかり読んでいる父が弟に教えるものは全部自分が暗記するそのうちにまずひらがな文字を幼い頃覚えてしまってね 竹取物語ひながら文字で書かれたものは読める、うん、暗記してしまう全部読んだものは全部暗記しちゃうんですね、うん、だからまあ中国から伝わってきた超魂歌だって全部覚えて、うん、だから陽気比の物語も全部頭の中にあるんです <laughs> だからそういうものが全部頭の中に詰まっているから、うん、その説明を書く必要はないんで源氏の中のちょっとして一行にワンワードが出てきたり引用が出てくるんです。うん あくまでワンワードの引用なんだけれども、当時の知識人はあ、これはどっから抜いたってことがわかるから、みんなびっくり仰天するわけですね。本当にこれが一人の女性が書いたものなのか、どうしてこんなにたくさんの知識がこんなにいろんなところに出てくるか、ぼんやり読んだあ,あるレベル以下のね、えー、貴族たちはわかりませんね。男と女の物語ばっかり追っかけてたかもしれない。本当にわかる人はこの人がいかにすごい人かっていうことがわかったと。 今夜の歌ひとり文芸ミュージカル「紫式部雲隠れより光の君」。 다 사주이시 今回のねこの「紫式部雲隠れ」という今先生お月,月の話をしてくださいましたけれどもうん、うん、この「雲隠れ」というのもこれはですね紫式部の残した作品の中で2つ大きな意味を持って登場しますね。それは紫式部歌集の1番目の歌が「が月と雲隠れ」。 なんですよねのことを歌ってるそれからもう一つは源氏物語の中であの光源氏が生まれてからずっと栄養映画の立場になって死ぬまでが描かれているのがあるんですが死ぬところの登場がどこにもないんですねそれで感銘だけが残るんです最愛の女性で女気である紫 の上もなくなくって女君たちの手紙も全部焼いて、うん、下手に暮れていく姿で光源氏の登場が終わるんですけども、うん、その次に雲隠れという場面がある。うん、で雲隠れというのはあの光が隠れた光の君の光がふっと世から消えてしまったということで。うん あえて題名だけを書いてそのことを物語的に説明する必要はないみんなが思えばいいということで感銘を残したということ中身がどっかに消えちゃったんじゃなくて最初から感銘をしっかり作っといたというふうに思えるんですね。でそういう意味で光の,君の光が現れてからずっと雲に隠れてて消えてしまうまううでのの物語っていうのは全般でその後は光源氏が死んだ後ですね光源氏の 子供と孫たちのの世代の物語、はい、そのヒーローが光の君の何か断片は受け取っている薫のカオ薫の,の大将と、うんうん、仁王の宮,王の宮、はい、光源氏の孫ですねカオル草冠の薫という字を背負った貴公子と <laughs> 仁王という字を背負った貴公子がライバルとしてお互い180度違う対極のキャラを持ってね登場してきて一人の女性を 間に入れて奪い合っていくという、はい、宇治十条というところにつながってくる物語っていうのが、うん、もう一つの源氏物語として設定される、はい、その前に一度終わってるんですねそれは光源氏の死を暗示する小物学霊の城という中身は一行も発見されてない書いてないでもちゃんと官名で終わってるとでこれは光源氏の 光が消えたそうすると今までじゃあ光源氏って何なのかというと光源氏といいう一人人の生のの生生きた人間の物語でではななんですねなんか実態が見えてこない他の女神たちはもう本当にあこういうキャラクターがありうるかなこういう生き様があるんだこういう悩みがあるんだって一つずつがですね現代人が読んでもリアルな悩みとして分かってくるように書かれているのに光源氏はなんかよく分からない。 なんか勝手に動いてる勝手にかっこいいご都合で動いてるというふうに思える。<laughs> <に>ということは光源氏はこれから登場させる女君たちに光をスポットライトを当てる役なんです、うん、光を当てるんですパッとー光源氏が光を当てるとその女君が舞台に登場してきてです、ねうん、その光の中でその女君と光源氏の話で女君の物語が展開する。うそうやって光源氏は 21人の女性たちに光を当てて、物語を構成して。いたということになるわけですよね。えー、だから、光源氏の光るという意味は。オンライン人たちの登場、オンライン人たちの心に光を当てて、その物語を引き出して。造形をみんなに見せていると、ビジュアルを見せているという役割なんだと。と狂言回しなんだと、いうふうに考えると、とてもわかりやすい。で、それが。 ついにか一度隠れてしまうそうするとそこから生み出されたものたちが次の物語をまた編み出していくということで、うん、もう一つの世代の物語になっていくという構図になってくると大変わかりやすすいんですねそれから紫式部は月のことをとても書いていて、はいえー、当時の人たちは月の姿というのが暦ですカレンダーです。うん、月の姿を見るとあ 今日は10日だとかあ今日は13日だと、うん、13夜月と、夜月、うん、かるんですね。あさっては満月で15日だとかね、うん、で15日の次はちょっと陰りが入り始める、うん、これを16夜月でいざよい月と言いますよね、うん、17夜18夜で20日月というのは本当に欠け始めたね。あの満月がこんなふうに欠けていくんだという月だと。うん それがまたねオンラインの心だとかオンラインの姿の暗示になるんです、えーそれ。だから漠然と月が出ているっていうふうには書かない。ちゃんとね十日月なのか二十日月なのかどういう月なのかということを書いてるから、その時の絵,絵師が絵に描くとどの時代の人でもその通り書かざるを得ないんですね。えー、だから。 まあ例えばね、紫式部がその幼い時の孤独な少女だったのに、うん、ただ一人の心の友達がいたところがそれも出世をしなかった頭領階級の人、うん、貴族だったんでしょうねお父さんが遥かな北国へ赴任してしまう、うんはい、一家揃って行っちゃうというので別れちゃったんですねただ一人の幼な友達が心の友が去ってしまった悲しい日々があったそれから何年か経ってその友がある時、うん 一家共今京の都に戻っていくけども京に戻ってきたんではなくてはるかつくしの国西の九州へ赴任するんですん北の国から九州に赴任していく通り道で式文に出会うんです。<ー>そして本当に夜の夜一夜を 通して話ができない、うんうん、本当に今私は旅の途中なんだと、うん、ただひとときあなたと会うことができたというこの喜びを紫式部は手を取り合って涙流して喜ぶんですね、うんうん、でもその友も「あの月がさっと隠れるように雲隠れにしに雲隠れにし弱の月かな」と言って、うん、すっと雲に隠れてしまったように言ってしまったと。と、うん、手紙を出すからねと言って 最初つくしの国に歌を送る返事が一回来たんだけども返事が来なくなってしまった何ヶ月も経つそのうちに分かるんですその友は病で死んでしまったとそうするとあの時雲に隠れて一瞬の再会ででもあっという間に雲に隠れてしまった月の姿というのがちゃんとその歌の前に書いてあります。月月日だから10月の 十日十日月なんですよ満ちるにはまだ日を待たなければ満ちないまだ満ちることを知らずしてこの少女のような幼な友達は死んでしまった彼女は十日月なんですよだからちゃあと「花散る里の情では自分の母がしまあ自分の母が光る源氏は3歳児の時に亡くなってしまってね 父帝のところに残された時に、うん、まあ他の人はライバルの女君たちって、うん、いうか妃たちだから源氏、うん、に冷たいわけですよね、うん、霊慶伝の大キサをはじめとしてね、うん、ところがただ一人帝の妃の一人であるけれども、うん、若くて優しい方がいたそれが霊慶伝の女吾という方だったらしいんですが、うん、その物語は書かれてないけど源氏があるとき心の悩みを抱えていてね ああ何年ぶり霊系伝の女房殿はどうしてらっしゃるかって言って、うん、もう引退してる寂しい中川あたりの住まいのところを訪ねていくのがねそしてホットトギスがずっとついてきてね自分を慕ってついてくるのかなって情緒的な話しか何もないドラマは何もないんです。そして霊系伝の女後が もう年も取ってね、あの若くて美しかった方も、こうやって年を取っていくるのかなって。空を見上げると、うん、梢の木の梢のところに小、うん、梢隠れに月が見える。うん、それが二日月なんですよ。衰えていく月なんですんだからちゃんとね、その情景の。きちっと設定されてる。だから表側だけ読んでいくと、誰が二日月、誰がこの雲隠れの月がね。 でも紫式部は月一つにしてもきちっと位置づけてるし、うん、だからそこに絡めてる孔自体もね、うん、全部実は一言だけ暗示してるけども説明をあえて入れない入れるような野望はしない、うん、私は知っているかららあななたに説明しますすよ一切やらないんです、うん、そうするといくつかの平安王朝の文化的社会 構造的な知識と法、うん、の知識と、まあ、当時の風俗の知識を持ってね、うん、平安貴族になったつもりで原文を読むと、うん、あ分かっちゃったというところが見えてくるということで、うんうん、それを紫式部は亡くなってしまった後ね例、うん、になって、はい、ふっと例になってこの現世に姿を現した時に。 独り言をっっってちょととと書き残しちゃったこととかね本当は書,かな、うん、書いていないけど言いたかったこととかを喋ったらどうかというので、はいうん、それは公に言うことではないから紫式部の死後なんですよ私語で「ささめごと源氏物語」で心を語ったり本当のことを語ったり、うん、書いた物語の意味を語ったりをしているというのが「ささめごと源氏物語」うん。うんうん なんですけども、そこからね、<ー>ぎゅーっと。ぎゅっと凝縮したのが。神尾研二さんという素晴らしいアーティストがね、これを読み取っちゃったんですね。<ー> <laughs> 読み取っちゃった。<laughs> そして、ぎゅっとね、あの、一つの。<ー>もう一つ、新しい。決してその原作世界を舞台化したんじゃないんです。<ー>原作をぎゅっと。 手の中に納めながら、ね、もう一つ新しい世界を作っていったのがだと思うんですねだからあるところはものすごく省かれてるし省略されてるしでも省略されたものの中にもう一つシンボリックに何かがはっきりと現,現れてるものがあるし何か構図をシンプルにしたことで分かりやすくなっている部分もあるしということかと思うんですね。 こうやって紫式部が残した世界というのはどんどん継承されながらその時代の新しい発想を得ながらねまた次のものを生み出しているということに意味があるのかなと思うんですね。ちょっと一方的なお話ですが。い,いやでも本当にあのその亀岡先生と稲坂先生のこのねあのタッグでこの一人分芸ームミュージカル。 紫式部「雲隠れ」が生まれたわけですけれどもまあ神尾先生も言ってますようにこれは序章にすぎないとまずその導入として紫式部を描いてしかも、ね、紫式部のこの雲隠れというところは紫式部にもかかっているところでもあるんですよね。うんうん、父と娘のやっぱり思いというものも入っていまして、うんうん、お父様よりも先に亡くなってしまったという、ね、そうですねこともあったり。 そういういこともあったりしてですから私の中ではこの「雲隠れ」というのは式部さんにもとてもかか関わってるというか<え>あのかかっているとう、ね、うんいうふうに思っているんですけれどもこの「雲隠れ」っていう,こう一つのキーワードがとても大事になってきますよね。ですからこの式部さんもそうですし「うん、源氏物語」でもそうですしうん,、うん、うんまた ちょっと美しい言葉という感じもしますね。そうですね。うんうん。いやでも今日はですね、うん、そのお香の話から月の話、まあ人間模様というところで、うん、こうぜひ皆様興味が分かれたと思います。ぜひぜひねこのその導入としても今回の舞台もぜひ見ていただきたいと思いますし、改めて。 また「源氏物語」読むと、ね、今日の先生のお話聞いてからだと皆様楽しめるじゃないでしょうか <laughs> 本当に緻密なところの計算というものもたくさんあるし自分がそれでどん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 知識を増やしていくとまた見え方が変わってくるっていうの面白さもねえ。 その人生を通して楽しめる、ね、物語ですね。そう、ねうん、あの紫式部は大天才で、頭が良すぎる。記憶力のこんなにもすごい記憶力を持っている人かと驚くばかりなんですが、うん、決してクールで冷たい人ではないんですね。うん、非常に、なか、あの心優しいもの、非常に繊細なもの。それはですね、あの子供の描き方、幼い子供の描き方が非常に。 うまい、心に残る状況、これは実際に幼子を女で一つで育てた母としてのね式部がいたからこそなんでしょうね、えー、我が子を育てているということと、えー、そういう子供をとってもですねただ表面的に可愛く描くっていうことじゃなくてね、えー、心に残る姿としてね描いていくというのが 随所出てきますね、うんうん、だから非常に可愛いところのある人だったんじゃなないいかなと思います、うん、ただただ頭が良すぎるのでね多くの人は敬遠したかもしれない、うん、<laughs> バカな男性貴族はバカにされるのでバカにす決してバカにしてるわけじゃないけどね、うん、自分の方からバカかと思われちゃうんじゃないかっていうねそうそう,そう勝手に思っちゃってるということがあったんではないかと思いますね。 それだけ何かこうか、うん、持ってらっしゃるものがすごすぎたということですねでも本当はとても心優しい人だったと思いますねそれは本当に先ほども先生お話ししてくださったように私も越前に取材に行かせていただいて思いました うーん、まあ、私の紫式部はそういうところも描いてますし、うん、ぜひそこも合わせて今回楽しんでいただきたいなとまあ今回私ね本当にこうやって先生とお話しさせていただいてまた新たに紫式部さんに肉をつけていただいたように思いますと,とっても楽しかったです今回は基本編ということで先生にお話をいただきましたけれどもまたぜひ星空の歌でも、ねでねはい、いらしゃいませ いただいてお話聞かせてください、はいはい、引き続きよろしくお願いいたしますは素晴らしい舞台をよろしくお願いいたします,しします先生の特別講座も5月の29日にはございますのでぜひ皆様そちらも楽しみに<あ>ぜひ、ね、あの舞台の始まる前にちょっと、はい、僭越ながら舞台の上から数分間だけお話しさせてください嬉しいそれも合わせてぜひ楽しんでいただきたいと思います先生ありがとうございました。 ডিঅ' ডট কম